はい、どうも。でね、EX スーパーサイキックスルーから生発動を絡めてい、くコンボで、よくあるコンボが、マックスクリスタルシュートを、何回も当てるっていうループさせるコンボなんですが、あれ実は別に普通に、普通の EX スーパーサイキックスルーからのコンボでも、狙っていけるんですね。生発動しなくても、マックスクリスタルシュートを2回決めると、即死しそうなぐらい減るんで、もしかしたらいちいち生発動絡めなくてもいいかもしれないです。生発動絡めるときは、以前紹介した、比較的簡単なコンボを決めるとき用な方がいいんじゃないかっていうぐらいですね。かなり減りますね。このマックスクリスタルシュート2回当てるコンボ、ちょっと今やってみるんで、よろしくお願いします。これです。最後失敗しましたが、これで最後まで決めると、もしかして即死付近まで行きそうですけどね、これ。だから、別に生発動を絡めなくても、マックスクリスタルシュートを2回決めるコンボやれば、多分、即死付近の火力は出ますね。というわけで、マックスクリスタルシュートの話でした。というか、最後に、これなんですが、このギリギリで乗っかるようにヒットさせると、次の弱サイコソードで拾えます。なのでこういう追撃じゃないとこからでも、練習できますね。このようにギリギリ当たるぐらいの高さで、できるだけ高い位置で拾うようにするとつながります。かなりタイミングシビアなんで難しいです。相当無理に狙いもんじゃないっていうぐらい難しいです。というわけで、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。では。